なんだこれ。座って休んでりゃいいんじゃねえか。いや、そういう意味で聞いたんじゃないんだが。俺たちは今擬似的な電脳融合の真っ最中なんだろ。ってことはスコピアムの知識の中に俺たちの意思が投影されても何ら不思議はない。だとしたら、まあここってのはよくわかる。どういうことだよ。お前がいなきゃこれは形になってないし、形になったこれが最大の成果を上げたのがここだ。気分良かったろ、こいつで飛ぶのは。まあまあ確かに。これでもお前には感謝してんだ。エダリに引っ込んで以来、何かを達成するってことからすっかり遠ざかってたからな。お前が来てエレナを通してとんでもない世界を知って、あんなつまんねえことでうじうじしてた自分が情けなくなるくらい小さく思えた。最初に動いたのはレティシアだぜ。それは分かってる。だが引っ張ってたのはお前だし、きっかけもお前だ。それに俺たちが揃ってここに来たってことは、お前もこの場所とフーガに何か思うところがあったんじゃないか。ああそうだな。あんたと一緒さ、自分の小ささ、世界の狭さを実感したのがここだった。シンプルにこのフーガに感心しちまったんだ。これを作ったあんたとアスター4号星にな。それは宇宙出身がゆえの増長を反省したってことでいいか。ああそういうことさ。俺はやっぱりどっかでアスターの文化を侮ってた。あんたにはずっと見透かされてたもんな。それをこいつがひっくり返してくれた。やりきった甲斐があったってもんだ。よし、そろそろ行こうぜ。こんなとこで油売ってる暇はねえ。お前には今後もいろいろ見せつけてやらなきゃならんからな。反省してるって、いじめるなよ。いや、まだまだだ。だからボルドールなんかに関わってる暇は俺たちにはねえ。さっさと野郎をのして、俺たちの力で世界を先に進めるぞ。期待してるぜ、賢者様。